はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回は提督の決断法パープキーと続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、中部太平洋でアメリカ太平洋艦隊、しかも空母機動部隊と交戦の末、敵空母5隻撃沈、さらに護衛空母3隻を中破勝破させたと大勝利を収めたので、この勢いに乗ってまずはアリューシャン、ここの攻略、さらにはミッドウェーと艦隊を進めてハワイ攻略作戦の準備をしていきたいと思っています。ではそのための前段階として、一旦進めていきます。新技術艦載対空レーダー、これが搭載可能ですね。さらには小型ディーゼル機関、小型艦はねそれほど作っていく予定はないんですが、中部太平洋攻略の成功ボーナス6000が支給ですね。本当に大きいね。次はアリューシャン、ここを攻略します。6000入ってきたおかげでだいぶ金に余裕が出てきましたね。今回はまずは諜報活動としてミートへ、さらにハワイにまで進めておきましょう。で、技術開発、これももうドカ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 ーと入れられるんですけど、ちょっとバカみたいに金を使うのはもったいないので、まあ、この辺りにしましょう。で、物資援助は、鉄をちょっとじゃあ今回は5000ほど進呈しよう。でだ、肝心の生産のラインですが、まず航空機の生産からいきましょう。冷戦の3人型、これをまずは50機、さらに97の観光、これを30機、そして彗星、これを残り全部突っ込んでいきます。これ金がどうなった、金はあると思うんだよね。アルミが先、うわ金もないわ、金もないとなると、残りの金でやれることをやるとなると、やっぱり輸送船かな。一隻しか作れないけど、この一隻すらも大事にしましょう。敵のハワイ、ミンドウェイに敵の艦隊は入ってないね、今。金をかき集めるという作戦ですね。で、アリューシャンには敵の艦隊入ってるけど、まあ、数は知れてるな。敵の第12、第14の艦隊が入ってます。これを叩き潰しましょう。第12艦隊は後方待機だな。そうか、昼間の時間がやたら短いな。そういうもんだな、アリューシャンは。敵の空母がどこにいるかだな。敵艦発見ってどこで発見した？潜水艦か。危ない危ない、味方の空母が傷つくとこだったな。あとはこの夜のうちに削るだけ削っといて、夜明けとともに
空母を出す感じかな。よし、ちょっと艦隊は傷つきましたが、従順が1隻、駆逐艦が2、3、いやーちょっとダメージ出たな。まあしょうがないかな。あとはドイツ軍がちょっと不甲斐ないよね。三層魚雷、これはすぐにでも開発したいな。航空対空レーダー、これも開発したいけど金がない。ミンドウェーは人がいなくなったから状況が不明だな。ちょっとスパイを送りましょう。で、まずはマラッカの状況を確認する。インド洋に敵の艦隊が入ってるな。第9艦隊9隻、飛行場に飛行機の数が426機。ちょっとこのインド取るのは無理だな。しばらくこのインド、アラビ、さらに航海、この3つドル箱ですね本当に。イギリス軍のドウェーに敵の艦隊がどれくらい入ってるか全く想像つかないな。南太平洋にいる艦隊はまあある程度万全な艦隊なんで、まず南太平洋に拠点を築くために飛行場を建設しましょう。まあハワイ取りたいんだけど、ハワイ取るの無理でしょう。スパイレベルが1だと分かんないけど、まあまあまあって感じだよねきっと。ってことを考えて、まずは南太平洋に飛行場を建設しましょう。でミッドウェーを攻略して、ミッドウェーにも飛行場を建設して、その間になんとかだましだましやっていきたいっていうのがあるんだけど、さすがに無理だな。一度日本に戻そう。傷ついた艦艇だけを集めて、第14艦隊として、この第14艦隊に傷ついた各艦隊の艦艇を集めて、これで日本に戻して一度修復しちゃいましょう。そうなると残る正規空母が1隻、降格だけ。いやーきついな。空母は4隻までと言われてる。そうするとまず第14艦隊、これも病院船なんで、いやはや、ドック入りの艦艇だけなんで、さらに第12艦隊にいる傷ついた艦艇、これも戻してドック入りさせましょう。で残った艦隊だけでミッドウェーが攻略できるかっていう検証確認をしていきましょう。まず第3艦隊と第9艦隊を、いやーこれ第3第9第12って全部一緒にできるな。一緒にしちゃおう。まずは第9、いや第12艦隊だな。第12艦隊の潜水艦隊、このうち潜水艦を全部第12艦隊としてしまって、これで
第三艦隊、新設された第三艦隊って感じかな。座長提督、これをまずイソロクさんにするでしょう。で機関にします。で艦載機を一旦満載にする。そうか、ちょっと細かい話になるんですけど、このあたりって艦載機ゼロにしちゃってもいいんじゃないのって感じはするけどね。結局乗せてるけど戦わないじゃないですか。とはいえ、そうか、今残っている艦隊でいうと第三艦隊の正規空母、ここに艦載機乗せてしまって、それで終わりだな。直縁の数をちょっと増やして、護衛の数もちょっと増やして、これで第三艦隊は終わりだな。で中部太平洋にいる艦隊はこれ合わせちゃいましょう。で中部太平洋はこの艦艇で守らざるを得ない。マーシャル沖は艦隊入れておく必要がないので、あとは南太平洋だね。いや、なかなか厳しいな。小笠原沖もね、艦隊外せないからな。で日本はというと中波大波、あ、第16艦隊が復活してるね。そうするとちょっと第16艦隊、いや新設しよう、編成第7艦隊、第9艦隊としてもう治っている艦隊、ていうかもう戦艦部隊は治ってるもんね。なので第9と第16も一緒にしちゃおう。これでそれなりの戦力になったね、第9艦隊が。じゃあこの第9艦隊をアリューシャン、いや違うな、ミッドウェイ、2週間後にミッドウェイに到着で、アリューシャンにいる第3艦隊ですね、激戦をくぐり抜けてきた第3艦隊、これは一旦アリューシャンに留め置いておいて、次のターンで同時にミッドウェイへ進行する。それでどうでしょう。ではこっからは生産に入ります。まずは輸送船、これ4隻は作りたいな。お金がなくなりますね、また。で数が足りない彗星、いやお金がないわ、何につけても金がない。さあそしたらアリューシャンからは第三艦隊と潜水艦隊の第12艦隊、これを派遣で、小笠原沖からは、小笠原沖にもう艦隊を置いておく必要がなくなるんですが、小笠原沖から出撃できるのはこの第6艦隊のみですね。これでミッドウェイを取りましょう、なんとか。でミッドウェイが取れれば、まあそれこそ本当に御の字というか、あとはハワイ攻略に向けていよいよ作戦をね検討していくと、そういうフェーズになると思います。なので小笠原にいる第6艦隊、ちょっと待ってね、さっき作った第9艦隊はどこまで行ってる。第9艦隊中部太平洋まで来てる。
この中部太平洋ミッドウェー、あー、アリューシャンじゃない、ミッドウェーですね、ミッドウェーに。で、ミッドウェーにいるのは、敵の第2、第4、第16、結構激戦になりそうだな。味方は空母が1隻しかいないんで、この正規空母、磯六さんの乗ってる正規空母がどこまで戦えるかだな。そうすると第5と第9を合わせちゃった方がいいのかな。ちょっと待ってね。そうだよね、第5と第9を一緒にしちゃうっていうのが大前提だな。入りきらないか、まあしょうがないね。で、あとはやれることとしては、日本近海でいうと、高須中将、これを乗せ替えましょう。アリューシャン従順に高須さん乗せる。で、あとは傷ついた艦艇に乗っている井上、山口、両提督は動かす意味ないからな。空母じゃないからね。となるとこれがいいところか。いや、このミッドウェーちょっとわからない、読めないですね。飛行場はあまり考慮する必要ないと思うんですが、敵の艦隊がどうなるかわからない。軽空母がいるのは間違いないですね。南太平洋に敵の艦隊、まあ、これは撃退するしかないんで撃退しにかかりましょう。ちょっと待ってね。敵は空母が出てるな。空母は出てないじゃないか。これだったらなんとか、なんとかさ撃沈しようよ。敵の戦艦撃沈しよう。いや、これ大戦果だぞ。味方はダメージ出たけどね、確かに。よし、撤退に怒んだね。これで敵は空母を出す余裕がなくなっているっていうのが逆に分かりましたね。味方確かに沈みましたけど、軽巡、駆逐艦、まあ駆逐艦3隻、軽巡1隻に対して敵の戦艦2隻、さらに駆逐艦4隻、これは勝利だな。さあ、このミッドウェーだよ。問題はミッドウェの状態。まあ、ただ最精鋭のこの戦艦部隊なんで、うまいこと削ってくれればいいかな。艦クラスだったらこちらの戦艦の砲撃が当たれば沈められるはず。問題は敵の空母だな。敵の空母の居場所先に知りたいな。
さあうまい具合にこちらが旋回が決まれば、その間に大量に砲弾を撃てるな。ただ敵の方も魚雷を撃たれるときついよね。魚雷を撃ってきてますね。うまいことかわしてくれればいいんだけど、魚雷もね。すり抜けた？すり抜けたね。問題は空母よ、敵の空母。この空母はここか。ここにいるね。ちょっと足が届かないかな。敵の空母を爆撃機が飛んでるね。まだ光線の意思はあると見ていいな。うわー、敵の爆撃機が飛んでくるな。かなり数が多い。治ったばかりの戦艦が沈むぞ。数が多すぎるな。敵は何だ。敵の空母を見つけたい。偵察機飛ばそう。この辺にいるはずだ。味方の航空隊はどこに向かうんだ。いや、敵の基地は後でいいぞ。はっきり言って敵の基地にいる航空機の数は数みたいなものしかないからね。むしろ敵の空母だよ。敵の空母。うわ、敵の空母がどこにいるかいまいち場所がわからないまま、さらに敵からの攻撃隊が出てるな。むちゃくちゃな数いる、飛ばしてくるね。いや、分かってるよ。敵の空母の位置を知りたい。いやー、前回見ていただいた方は気持ちいいまでにね、敵の空母を仕留めたんですけど、今回はこちらがやられる番だな。
未だに敵の位置つかめてないからね。ここに1個空母がいるのと、ここら辺にも空母がいますね。ようやく敵艦発見。敵の空母だな。聖域空母ミンドロ、萌え空母ラバル、萌え空母ラングレ、さらに護衛空母レンドバ。敵空母4隻いるね。いやー、敵空母4隻のところに殴り込んじゃったか。厳しいな。ミッドウェイでまさに待ち伏せされた感じだな。いやー、この数、戦艦山城沈むか。夜のうちに離脱してくれれば。うーん、山城撃沈されちゃいましたね。ここに敵の護衛空母レイクシャンポーンがいるな。正規空母レンジャーも出てるんだな。しょうがない、ここは撤退しましょう。これ以上被害を広げるわけにはいかない。空母部隊は撤退で、潜水艦部隊は索敵。空母部隊っていうほどの空母じゃないんですけどね。で、一応敵の基地は水上部隊で叩きましょう。というわけでちょっと時間をね早めていきます。さあ、索敵だ。うまい具合にはまってくれれば敵の空母仕留められるぞ。よし、敵空母撃沈。あとはここの敵空母も仕留めにかかろう。まあ、潜水艦がうまい具合にはまってくれればね。
あとは敵の戦力がどこにいるかだな。全くわからないですね。ただ撤退したようで確保はできましたね。まあ引き分けって感じだな。勝ちはしましたけど、戦果確認していきましょう。まず味方ですが、戦艦山城、これが撃沈されてます。で敵の方なんですが、駆逐艦が 1,2,3,4,5,6,7,8 隻第2艦隊から撃沈で、護衛空母、軽空母4隻、これ全て取り逃してます。で敵の第4艦隊から正規空母ミンドル、これを撃沈してます。であとは、護衛空母ですね、レンドバ、これ撃沈、まあ、こんなところですかね。まあ味方は撃沈されたのは戦艦1隻で、敵の方はというと、まあ従順、軽順はじめ戦艦はないものの、空母、正規空母1隻、護衛空母1隻撃沈しているので、まあ勝ったは勝ったと言っていいとは思うんですが、それにしても辛いですね。次回はじゃあハワイの攻略戦ということになっていくのかな。南太平洋、ここも艦隊増強してあげないとかなり厳しいよね。まずは傷ついた艦艇を第16艦隊として切り離した上で、これを第16艦隊に関してはオーストラリアへ移動。やっぱりハワイを取らないと話にならないな。ハワイの占領、これが、うわ、ハワイもう見るだけできついわ。まず航空戦力が、航空基地だけで370機、さらに艦隊が7個入ってますね。まあ傷ついてるのも当然中にはいると思うんですけど、それにしてもハワイに7艦隊入ってるの、見るだけで結構辛いね。そしたら第10艦隊として中波大破しているものを再び日本に戻して、これで修復作業に当たりましょうか。ミッドウェイ取ったもののダメージも大きいですね。で中部太平洋、ここにいる艦隊はミッドウェイ移しましょう。もうミッドウェイ と、南太平洋ですね、ここにだけ艦隊集めればいいので、艦隊の運用はすごく楽になったはずなんです。第13艦隊から駆逐艦を編入で、ちょっと確認していきましょうか。まず第2艦隊はこれ南太平洋で防衛の任に当たっている艦隊ですね。で第3艦隊はというとミッドウェイ、そうするとどうですかね。これ第5と第9合わせちゃいましょうか。第5と第9合わせて1個の艦隊にしちゃいましょう。第6艦隊のミッドウェイ艦隊、これはこの後移動しなきゃいけない艦隊ですね。そうか、日本近海の艦隊、これも復活しているものがあれば急いでミッドウェイに戻してあげたいですね。でお金も鉄もアルミもそれなりに今回あるので、しっかりと戦力を見直していきましょう。そうだよね、第7艦隊と称して
治っているものを軒並み戻そう。お、空母が4隻戻ってくる。これめちゃくちゃでかいな。これ急いでミッドウェー、第15艦隊も南太平洋へ。よし、これでだいぶ助かりますね。で、第8と第14合わせちゃいましょう。で、今回はそれなりにお金もあるし、いろいろあるので、まずは兵器開発からやっていきましょう。新兵器の開発、航空レーダー、酸素魚雷、小型ディーゼル、ここまでかな。で、技術開発ですね。これは薄く入れていきましょう。で、物資援助は鉄、いや石油で、まず絶対に作んなきゃいけない輸送船、これを4隻作って、忘れないうちに配備しましょう。ミッドウェイに、まあ、ミッドウェイは1でいいかな。アリューシャンとかもね、まあ、1でいいかなって感じだからね。で、南太平洋がいいでしょ。他他アルミ、サンゴ海とか、いやソロモンとかも1隻入れやいいかなって感じだもんね。マラッカとかだよね、やっぱり輸送船の数が欲しいのは。さあ、じゃあこんなところでいいかな。で、航空機、あとは艦船ですね。で、今回は特に潜水艦、ハワイ攻略の肝になるのが、ちょっとチキン作戦にはなるんですけど、あ、揚陸艦、これ。建造しよう。これはハワイ攻略の、そしてその後の防衛の肝になるんで。で、潜水艦ですね。これを今回は、まあ数的にはどうだろうな、5、60隻欲しいぐらいなんで、数があるだけ作りたいですね。で、プレイステーション2版の場合だとね、今1個ずつこうやって作ってると思うんですけど、例えば潜水艦何隻みたいなの10隻とかって作っちゃえば、もうワンオペで終わっちゃうんですけどね。それができないのがちょっと辛いですね。お金がなくなりましたというところで、鉄は余ってます。お金がないんで、ちょっと今回は生産できないかな。3機だけ。そしたらドイツに渡すのは物資援助。ドイツ何が足りてないか、鉄が足りてないんで、鉄を5000上げましょう。まあ、正直石油なんていらないでしょうというぐらいの備蓄持ってますからね。はい、では次回はですね、ハワイ攻略に向けて潜水艦部隊を順次送り出しつつ、南太平洋の防衛拠点の構築、ミッドウェーの防衛拠点の構築、これを進めていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。